タヤ、はい、今日はゲタヤそばってとこ行ってきたんですよ。この前鹿島市で祭りありまして、まあ、その時ついでに立ち寄ったおそば屋さんでね、鹿島神宮のすぐ近くです。これお品書きなんですが、ですね、まあ結構観光地は強気ですよね、ランチもね、値段がやっぱり強気で、まあちょっと厳しいなと思ったんですけど、こちらのランチだったらまあ1000円未満なんですよ。でこっちを食べようと思ったんですけど、やっぱり店員さんがこっち食べてくださいみたいに言われたんで、カツカレー注文しました。はい、鹿島市なんでね、アントラーズの選手ホームタウンなんでね、なんか来てますね。これ誰だろう、まあ選手わかんない。はい、まあいろんな選手をもう来店するっていうことで、リーチマイケルなんかも来たのかな、似合うなんかも来たんですよね。あ、そうか、スタジアムで練習したんだ、日本代表ラグビーね、その時なんだ。でこれですね、カツカレーセット結構大盛りで、はい、カツカレーでーす。うん、やっぱり蕎麦屋のカレー独特ですよね。カレー屋さんのカレーとはやっぱり違います。昭和っぽいですよ、海苔が、ね、多かった。これだけです、まあ、当たり前でしょうね、はい、それではいただきます。はい、おしぼりもあったので、ね、しっかりとですね、おしぼり浮かせていただきます。な、僕行った日は祭りの当日だったんで、結構店内空いてたんですよ。あ、でも僕はね、部屋カウンターにしました。あ、これソース忘れてました。全部取っちゃったんですよ。上蓋を取りましてね、失礼いたしました。ということで、ちょっと僕中濃ソースないとね、カツカレー食べられないというか食べない主義なんで、まあね、中濃ソースもしっかりかけてね、はい、賞味します、いただきます。ということで、やっぱり熱いですね。やっぱお蕎麦屋さんのカレーね、やっぱ出汁が効いてて美味しいですね。はい、まあ生姜のカレーですよね。なんていうの、ちょっとチェーン店のほらココイチとかね、あるじゃないですか。そこファミレスとかのカレーとはちょっと違う、まあオリジナルの、なんていうか、こだわりですよね、独創性っていうんですか、うん、それを感じるカレーですね。この福神漬け別盛りだったんで、まあこう楽しみに、うん、いつ頃でため箸休みみたいな、ね、あ、ずっと辛いもの食べたらちょっと福神漬けは別に食べる、まあ、当然グッドです。まあ蕎麦屋さんの蕎麦はね、まあ、この時期はザルにしてます。あ、ちょっと猫舌なんでね、ザルばっかり食べてる自分いるんですけどね。はい、ちょっとスプーン邪魔にしたら失礼します。ということで、海苔いっぱいあるのいいですよね。なんとか入れました。でわさびを上に乗せて、それでツンとくるようにですね、香りと味覚とですね、ずるずるっと楽しめるように。お蕎麦ってそうなんですよ、香りと味覚、刻み海苔多いの嬉しいんですけど、ちょっと食べにくかったなって今になって思いました。はい、ひたすら変なおじさん食べてますね。いやでもまあ一応バラエティには飛んでたんですけど、やっぱりざるそば食べるとあとね、いきますよね。ざるうどんっていうのもいいですけど、はい、ということでグッと2つです。最後はね、カレーで締めました。あ、美味しい昭和のカレーでしたね、蕎麦屋の昭和のカレー。まあくず湯もいただいてね、蕎麦も入れて、これでエンドです。完食です。ありがとうございました。